石川紀之さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。今回は周囲の人間には聞きづらいので石川さんに相談したいと思いメールさせていただきましたと。少し前に銭湯に行った時、僕のおちんちんが周りと少し違うことに気づきました。調べてみると、僕はおちんちんの皮がかぶったままであることが分かりました。皮は剥くことができるものだと知り、剥こうとしましたが、剥けませんでした。僕は今18歳ですが、18歳で皮とおちんちんが癒着しているから手術するしかないという意見を見かけました。石川さんは皮を剥きましたか？恥ずかしながらおちんちんについて何も学ばずに18年間生きてきましたため、何かアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。長文失礼いたしました。トイレ行ってくるわ。なるほどね。いや、確認中じゃないよ。お茶飲んで、トイレ行きたくなったから行っただけで、確認中じゃないよ。おちんちんについて何も学ばずに18年間生きてきましたため、何かアドバイスいただけたら幸いですっていう文章が面白いな。もう、頑張るしかないよね。基本的に男がおちんちんに興味持つのは多分小6ぐらいから興味持って、要するに、女性がさ、多分一番至近距離でおちんちんを見るじゃん、男性の。男より、男はおちんちんを持ってるけど、目の前でおちんちんを見てるのは多分女性なんですよ、基本的に。まあゲイの人とかもいるけど、そうだから女性が見てる、皮のかぶってるおちんちんっていうのは偽物のおちんちんなんですよ。本物のおちんちんっていうのは皮の中にあるわけで、そう、あれは外側みたいなもんですよ、外側みたいな。で、男のっていうのはその皮の中にもう一個あって、そうで、まあ包茎ってやつなんだけど、大体それを小学校6年生とか中学生ぐらいに、そのおちんちんに興味持つようになるとイジイジするじゃん。そうするとなんかあれってなる。なんかこう徐々にこうやってったら、あれなんかもう一個出てきたみたいな。そう、あれ2本も2本じゃないな、これ何なんだみたいなところでこう調べたりすると、あ、自分が包茎なんだってわかると思うんだけど。で、男の人ってイジイジしてる間にそれに快感を覚えるんだよ、ね、あ、なんか気持ちいいぞっていう、ここイジイジすると気持ちいいぞってなって、それが初めてのしこなわけですよね。でいじってる間に自然にそう向けてくるんだよね。そう、最初は癒着してるけれども、だん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 その頻度を高めていくことでこう向けてくるし、なんならもうおぎゃーって生まれた後綺麗にしてくれる親御さんもいると思うんだけど、まあそうじゃないとも自分でやるしかないんで、でそれを何もしないでずっと放置して、オナニーとかしないで放置してると、まあ、18歳にもなってまだくっついてるままっていうところだと思います。ですから、なんか自分でなんかこう頻度を高めて何回かやってみて、向けそうならそのまま向けばいいけど、18円の間でも完全にくっついちゃうと、なんかその2本目の方まで皮がめくれたりとか、そう、皮って別に怪我しても傷ついてもまあいいんですよ、別に皮だから。でも皮の中の方のやつは傷つくとちょっと大変なんで、その癒着しすぎててベリッとかいったら大変ですから、もう本当はまあ病院に行った方がいいと思います。で、あまりにも包茎ひどいと保険も効くんで、まあ、その辺でも着物ちゃんの方が詳しいと思いますけども、関東包茎と新生包茎は効くのかな。なんでちょっと俺は詳しいことは分かりませんが、行ってみたらいいんじゃないかな。着物ちゃんは包茎手術してるから詳しいと思います。重度の火星は恥ずかしい、重度の火星は恥ずかしいっていうか、重度の包茎はもうなんとかしないとまずいよ。要するにバイ菌もたまりやすいし、そう、異性との性交もできないし、そう、だからそれ剥けるんだったらまだ清潔に保てるかもしれないけど、剥けないっていうのは衛生的にまずいので、ちゃんと手術して皮を切ってもらわないと、この先、まだ18歳だからそういう異性の問題ないかもしれないけど、この先にはね、やっぱね、出てくるから、ちゃんとした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。できないと思います。そう、要するにこう入れた時に必然的にめくれるじゃないですか、女性の穴ってちっちゃいんで、こう入れたらもうビロってなるんで、抜けてないと多分皮が突っ張っちゃったりとか、入んなかったりとか、引っかかっちゃったりとかして多分痛くなると思うよ。で、あとそういう抜けてないその不衛生な状態でするっていうのは、相手になんか病気を移しちゃったりとかすることもあるし、そう、逆に相手からも入ってきたりとかしてて、こう細菌とかがこういっぱい増えたりして、おちんちんの病気になっちゃったりするかもしれないから、だから今の状態だとまずいので、自分で剥けないようであれば、ちゃんと病院に行って、
向けるようにした方がいいと思います。だから今の状態ってあれでしょ、パツパツの状態のウインナーみたいになってるわけじゃん。皮の状態で勃起すると頭が出てこないわけだから、亀頭が出てこないわけだから、なんとかした方がいいんじゃないかな。はい、いろいろ精神的にもポコチン的にも一皮むいて立派になられた方がいいんじゃないかなと思いますけど、別に恥ずかしいことじゃないんで、てか男のほとんど包茎なんで、その心配することないよ。7割8割は包茎って言われてますから。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。